皆さん、こんにちは。大樹です。今日日曜なんですけどね、この土日2日間もエッセンシャルクラスっていうのをやってました。で、本当にね、土曜日の朝から日曜日の夜ね、この時間でね、コーチングってできるようになるんですよね。で、卒業生とかね、先輩コーチもこう来てくれてたんですけど、何人かね、で見て、本当にすごいと、コーチングってできるようになるんだってこう言うんだけど、なるんですよ。なんでかって言ったら、自分の中にあるコーチング的な部分というかね、コーチ的な自分を育てていくとか引き出していくだけですから。で、もちろんだから専門的な技術はいっぱいあるし、知っといた方がいいこともいっぱいあるんだけど、なんか自分の中にあるコーチの部分を前面に出してコミュニケーションを取れるようになるといいんですよ。で、コーチの自分って何かって言ったら、相手のことを信じてて、相手のことを応援したくて、で、ね、そういう自分だったらね、なんか相手のことを変えようとかね、なんか自分が頑張って何とかしようってならないのよね。ただ相手の話聞いて、相手のことを知りたいと、相手の本当の思い知りたいと、で、相手がすでにできてることを知りたいと、で、なんかそこを使って相手が前に進んでいくのを応援したいと、で、絶対できると信じてると、こういう自分が前面に出てきて、一生懸命話聞いて、ね、で、相手が本当にどうなりたいかだったりとか、そこに向けて何ができそうかについて質問しながら一緒に考えて勇気づけしてってなると、まあ、素晴らしいコーチングになるんだよね。で、だからね、ぜひ、皆さんもね、なんか自分の中のコーチの部分を育ててほしいなと思うんです。僕がやってるスクールはプロコーチ養成スクールっていう名前で、コーチを育てたいのね。だからコーチングができるようになる、もちろんそうなんだけど、コーチになってもらいたいってことなんですよ。で、コーチってやっぱり人のことを勇気づけて元気になってもらう人だから、スキルじゃなくて、その人のところに来たら元気になるか、その人のところに来たらクリエイティブになるか、その人のところに来たらなんかやってみようってチャレンジングになるかどうか、で、そういうエネルギー、そういう存在感なんですよね。で、そう思って日々仕事してるんで、やっぱりなんか嬉しかったのはね、参加者の人がね、終わってからね、なんかコーチングの技術身につけたいとか、コーチング知りたいと思って学びに来たけれども、2日間一緒に過ごして、あ、本当にコーチって素晴らしいなと思いましたと。で、やっぱり大樹さんとこ来ると、なんか元気になって、前向きになって、チャレンジして、しかも人の役に立ちたいっていう気持ちがこうめきめきと自分の中からね、こう生まれてきて育っていくと。で、周りでもそれが起こってると、なんかそのことが本当にすごいなと思って、なんかそのことに魅せられましたって言ってくれた人がいてね。で、なんかそうなんですよ。だから、なんか技術もそうだけど、いかにね、周りの人に元気になってもらうか、で、自分のこと、自分って私のことじゃないですよ、その皆さんが自分自身のことを好きになってもらうか、で、なんかそれができるようになることが本当に素晴らしいことじゃないかなというふうに思います。まあね、そんな気持ちでやってたら、それがね、伝わって、で、なんか自分も本当に人を勇気づけたいですとかね、で、なんか自分自身として自分ができることをやりながら、で、周りの人が元気になっていくね、ことに向かっていろんな工夫してみたいってね、みんなが口々に言いながら帰ってくれて、非常に嬉しいことでしたということで、ぜひ、あなたもね、なんか周りの人があなたといると元気になるね、そういう存在を目指していただきたいななんて思ってます。よかったら参考にしてください。それではまた。